はい、皆さんこんにちは、大気モデルスでございます。こんにちは、タリン。はい、今日あたりが困ってるということでね、珍しくこう、わかりますか、机の下が映るようにやってるんですけど、サムネで多分書いてると思うんですけど、ケイグチ名人、はい、川丸名人技を、はい、ね、有名な、はい、この動画撮ってる前日に、スイプラというね、素晴らしい、チャンネルのね、ライブがありまして、その中で言われていたことね、はい、あのすぐに実践ということでやってまいりたいと思います。映ってるのはね、大気が作ってるパワーヘッドガンの、そして、はい、並べるんですか、はいはい、ここに大丈夫、はい、これが当たりが作ってるパワーヘッドガン、かっこいいですね、ほぼ一緒ね、よくできてるね、本当に。一番できてるとこどこかっていうとね、このね、ここですね、これね、一番よくできてます、ね、はい詳しくはあたりのチャンネルで、はい、あの概要欄に貼るという技術がございますので、この前視聴者さんに言われましたけどね、あの概要欄に貼ってあげればって言われたんですけど、ちょっと貼る技術がちょっとどけてで、何が困ってるかと言いますと、あのほうとうちょっとここら辺で、はい、もうちょっとこっち、これが細いと、方針が細いと、で5ミリでやったけど細いということで、まあ6ミリぐらいいるんじゃないかと、薄々感じておりました、はい、Dラボやったら違うこと言ってたんで、これを太くするのにプラ板を巻いていきましょうと、はい、ただプラ板をそのまま巻くのはやっぱ厳しいということで、もう名前出しておきますけど、川口名人が、はい、やられていた技をちょっとやっていこうかみたいで、元の径が今、あ、これですね、はい、測るとまあ5ミリ多分ないですよね、はい、4.8 ぐらい、 4.8 ミリぐらい、ちょっとね、いつもと場所が違うのでねこれを、これ 0.3 ミリプラ板なので、これをまあ、湾曲させて、川内名人の技でね、湾曲させていきましょうということで、はい、切っていきましょう、とりあえずね、はい、どのぐらい、まあ、目検討で、大体でね、はい、大体で切っていきましょうか、このぐらいでいいですかね、これですかね、まあ、分けてするでしょう、多分その1本でするんですかね、1本でしたら困るんで、測っときましょうか、大体でね、はい、60ぐらいあれば大丈夫ですね、はい、まあ、多めに切っておきましょう。まあね、昔からの川口名人の技というかね、昔からまあ、あの定番の技というか、ね、そんな感じではあるものなんですけども、まあまあ、この前スイプラでね、ちょうどやられてたんで、で、まあプラ板をこんな感じでね、切れ目入れるとこうパチッときれいに切れますので、でなぜここを映してるかと言いますと、こんな感じでこんな感じでね、あの至極といいんですよ、至極って言うんですけど、日本語ですよ、ちゃんと詳しくは D ラボでね、説明D ラボで、あの方針が細いので、はい、あのね、かぶせる、ね、しごきます当チャンネルであまり言いたくないんで D ラボでね、詳しく言います。でこうやってやってると、まあ、湾曲をさせた時にこう丸くしやすいと、ね、いうことで、 このまましごいてないとこう曲げる時にね、角が出ちゃうということでね、はい、こんな感じでしごきますと、まあ、で、アタリン自身には、自分でね、自分のチャンネルでやってもらいますけど、最近はじゃあちょっと、サンプルというかね、こんな感じで巻くといいですよっていうのをちょっとやってみましょうかね。はい、はい、こうなりますね。はい、またこう、やっておきます。こんな感じでね。はい、そして、まあこれが丸だと。だとしましょう。丸いものをちょっと探した方がいいかな。
丸だったとしましょうというよりは丸いものに巻きましょうね。はい、これでまあこんな感じで接着してしまうといいですよということですね。はい、でこう角持ってやってるんで、こう円ができないところはもうカットしてね、はい、しごいてからカットして、で接着剤流しながらこんな感じで丸く重ねていって、で接着してしまってからこの継ぎ目が多分 0.3 なんで見えるんで、ここら辺で切るなりして対処すれば大丈夫だと思います。はい、まあ、大変な作業ですがね、頑張ってやってくださいということで、このプラバンス 0.3 白いの最近体液使わないとこれあげますね。ありがとうございます。はい、で、今回はねもうそれだけだとちょっと動画としてね厳しいかなということで、あたりにじゃあアンケート取っていきましょうか。ちょっとお画面入れます。はい、ライブみたいになってますね。はい、もうパーフェクトガンダム作るときに一番苦労してるところどこですか？いる？これいります。はい、待機はねこれ一番苦労したのはやはりこうお腹、このお腹の、まあ、プラバン貼るっていうか箱組みするっていうのは別に体が苦しくはないんですけど、大きさ決めるのがやっぱり大変でしたね。はい、あのもともとあるものではないので、キューキットでありますけど、キューキットのやつも相当でかいのでアタックスに渡したやつ、あれ体が削り倒した後の型取りですからね、だいぶちっちゃくなってるんですよそれ。はい、なんでこうやっぱりこうサイズ感、この見えるところここら辺、このこれから後ろがこう見えるところの割合っていうのをやっぱり気をつけないと不格好になっちゃうんで、そこら辺やっぱりちょっと気を使いましたがね。とりあえずこれ測ってみましょうか。ここ、はい、何ミリか元のこれキューキットですけどね、元のキューキットが何ミリか、6.2 ミリなんでちょうどじゃないですか。 0.3 を20に巻くと多分 6.2 ぐらいになると思うんで、はい、ちょうどの太さになると思います、はい、でこれ水鉄砲を仕込むところなんですけどね、本当はね、ああ水鉄砲とかも仕込めないのでね、ああで体型の方もこれ、徐々に仕上げていきますので、あたりのがあたりはもうそれやったら終わりかな。あと何があるのかな、あと細かいところちょっとやりたいな、うん、バックパックよう作りましたねプラバンで、はい、ほぼフルね、すごいね。バーニアはちょっとボールペンかなんか使ってるけどね、はい、ま、足より全然大丈夫か、ゲロ吐きませんでした。あここね、ここはね誰が作りたいと思わないんでこれ利用しますけど改造ね、まあいつも見ていただいてる方たちね、改造っていうのはもう本当に時間かかってるとこカットしてしまうんでね、YouTube だとリアルタイムで見せると多分イラ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 するんでね、見てる方がね時間くれ早送りですると何やってるか分かんないしねまあなんでこう出来上がったパッと出来上がったのをね皆さんに見せてるんで、それほど時間かかってない感じがしますけどもねはい、かなり時間かかるようなことをやっております。他のあたりとか言うとね、もうガンプラ始めて2年3年目ぐらいでこのフルスクラッチですよね、ほぼほぼプラワンでフルスクラッチやってますけどもね、はい、まあすごく精度も出ててすごいと思いますよ。体育から見てても普通の人がちょっとこっちにこう後ろのところ分かるかな、普通の人が作ったらここ精度出ないですからね、こういうところこのフィンのところね、まあタイヤ機からするとちょっと精度出てないですけど、上から見ていただければ映ってないそうね、ここの段階は精度出てないですけど
体形みたいにこう全面角度を変えて均一に見えるようにこうフィンをね、怖い、これ全部角度変えて距離、長さも変えてるんですよ、長さ変えて左右こうね均一に、そして一枚一枚が均一に出てるように見せてるってね、もう本当にガンプラに命をかけて30年ぐらいやらないとねできませんのであとあと二十何年頑張っていただきおばあちゃんモデラーみたいないますよね、最近ゲームするおばあちゃんね、はい、で、まあ、今回はね待機の動画にあたりに出てもらって、まあ、あ何をやったかというとね、待機はあの全日本オフロード選手権ってラジコンのやつ出ますんで、その練習がちょっと忙しくて動画作るの手伝ってもらいましたけど0.3 ミリプラマ1枚で買収して出てもらいましたけど、すごいフルスクラッチのね、すごいこうマゾシティックなんていうの、マゾな改造を見たい方はぜひあたりのチャンネル、そしてスタイリッシュなやつを見たい方はね、たい焼きの方を見ていただければと思います。はい、じゃああたりのこの方針、一番大きい方針を、はい、太くするっていう手術オペを多分後でまた動画ね出ると思いますので、ぜひこの動画が出た後なのかもう出てるのかよくわかんないんでね、カタカナであたりガンプラとかでね、検索していただくと出てくると思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に貼ることができませんのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃああたり、まあこの後も頑張ってやってみてください。はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、さっき言いましたあたりのチャンネル、ラジコンチャンネルもありますのでね、はい、はい、何だったか名前忘れてましたけど、あたりラジコンとかで検索すると出てくるかもしれないんで、そちらの方もチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。